い、皆さんこんばんは。山下エンジニアリングの山下です。ちょっとした近況を、ちょこちょこお伝えしていこうかなっていう感じで、今収録しています。TW の13号機はですね、無事愛知県の方に、ご納車したんですが、ちょっと予定がパンパンで、1日で、帰ってきてしまいました。はい、で TW の13号機なんですけど、TW 乗りの方に、仲良くしているトイボックスりょうさんからですね、プレゼントをいただきまして、はい、ドッグタグなんですけど、ちょっと多分映像で流れたと思うんですけど、13号機ドッグタグですね。これから多分僕のバイクに、鍵と一緒にドッグタグ多分ついてくると思うんですけど、トイボックスりょうさんが作ってくれるっていうことなので、はい、皆さん大切にしていただけるとありがたいなと思っています。そこでですね、トイボックスりょうさんもたまに失敗をすることがあるので、ここに失敗をしたあるんですよ、ドクタクが、はい、2つあるので、これは、そうですね、 T ヤマハのとこにちょっと被っちゃった文字があって失敗なんです。ここ TW225 で下にファットスクランブラーでナンバーいくつみたいな感じで作ってあるんで、はい、この失敗作を、見てる方、欲しい方がいればプレゼントしようかなと思っています。はい、なので欲しい方は、コメントでも、インスタの DM でもいいですけど、ドッグタグ失敗作欲しいよっていうのがあれば、僕の独断と偏見で、お渡しするかもしれません。そうですね、当選は発想を持ってってやつです。はい、できました。ありがとうございます。で、なんで一泊もできずに帰ってきたかっていうと、次の日仲良くしてる、大ちゃんがですね、映画に出てるんですよ。で、僕彼の仕事って、CM とかは見てたんですけど、あんまり興味がないっていうとちょっとあれですけど、彼自身が好きなので、彼の仕事はそんなに、CM とか見てて、あ、こういう仕事なんだなと思ったんですけど、ちょっと彼が出てる映画があって、ちょっと初めてなんか劇場とかで見てみようかなと思った作品があってですね、それがこれなんですけど、光の差す方へっていう映画です。この映画にちょっと大ちゃん出てて、結構メインの役なんですけど、はい、そうですね、若い子が主役です。ここにほら敬語役で大ちゃんいるんですよ。そうです、大学受験に失敗した男の子と、その男の子のお姉さんが、ちっちゃいシネマ、をやっててみたいな話なんですけど、はい、そこに映写技師で大ちゃんが出てきます。はい、敬語役ですね。初めてそのミニシアターで見に行ったんですけど、すごいお客さんの距離も近くて、なんかアットホームな感じで良かったですね。あとその映画の後に今トークイベントがあって、そこでなんかその監督さんとか役者さんとか、いろいろその映画についてお話聞く機会があったので、すごく興味深かったですね。いろんな人が、一つのものを作る、っていう、工程とか思いとか、そういうのを聞くと、やっぱちょっと映画の見方もなんか変わるなとちょっと、思いました。はい、そこでですね、僕じゃんけん大会で
あ、そのまあサイン入りポスターですね、役者さんと監督さんとかのサイン入りポスターがの抽選があったんですけど、はい、ノリでやったんですけど一発勝ちしてしまってですね、はい、サイン入りポスターいただいてしまいました。はい、もう本当に単なる僕大ちゃんの友達なので、ね、役者さんのファンとか多分女性ファンいっぱいいらっしゃったと思うんですけど、なんか申し訳ないことをしてしまったなと思います。はい、3枚のうち1枚が、僕の元に来てしまいました。ちなみに大ちゃんのサイン初めて見たんですよ僕。これかな、これだよね大ちゃん、これ大ちゃんのサインなので、皆さん大ちゃんのサイン欲しいよっていう人は大ちゃんのインスタグラムに DM してください。はい、マジで良かったです。はい、なんかちょっとフレッシュな気分に、まあ綺麗な映画ですね、女性監督の映画だったんで、はい、綺麗な映画でした。で、まあ今ちょっと大ちゃんと一緒に、まあ大ちゃんが欲しい車があって、まあ、日産のテラノなんですけども、土初期のテラノが欲しいらしくて今もう結構探してるんですよ。でその模様もちょっと今、映像で挟んだりとかしてると思うんですけど、ちょっとまだ編集してないので、僕のトークの内容と編集の内容が合ってるかどうかちょっと分かんないんですけど、はい、大ちゃんはちょっと 今テラノを探してます。テラノはですね、湘南にある、車屋さんに見に行きました。はい、心よく撮影許可していただいたので、はい、まあ、テラノね今見るとちっちゃくていいですよね。はい、まあでも高いっすね、昔の車もうね、何でも高いですよね。テラノも高いし、まあ、サーフとかもともと高いですけど、テラノもこんな高くなってるんだってちょっと思いましたね。もう一回エンジンかけるんですか、この状態で。うわぁ、いい感じ、かっけぇ、いい感じ。ここの意味わからん、これがかっこいいんですよ。ここがね、はい、テラノ。ここ開けるとこなんだ。それ灰皿だよ。昔の。おしゃれ。これ灰皿っすか。灰皿だ、昔の灰皿。うわ、たまらんすね、これ。これ灰皿。いや、昔の人はみんな、一人一個あったの。マジっすか。いや、こういうのはよく知ってますけどね。クラウンとかもあったじゃないですか。これやばい、かわいい、絶対誰も座さないけど殺すけどね、すったら俺の仕掛けでもあるな。音が念願のテラノです。念願のテラノですね。わ、この感じ、シフトの感じ、あれ大型2種持ってるんだよ。運転大丈夫。大型2種ですか。完璧じゃないですか、お前。完璧ですね。2種ですか、バスで行ってたんですか。運転は大丈夫なんだ。めちゃくちゃ帰りそう、このままも。帰りそうだよね。動いてるの可愛いっすね。なんかずんぐりむっくりしてて。はい。現行車ない。そうっすね。うわ、臭いっす。乗ったらさらにやばいっすね。乗ったら赤いやつやな。好き。好きになっちゃった。やばいっすね。まだまだちょっと大ちゃん車探してるんで、はい。追ってまた、テラノの。テラの購入編も、続くと思います。はい、まあ、本当に買うのかどうかちょっと分かんないですけど、はい、買うまではちょっと大ちゃんの動向を追い続けたいと思っているので、はい、まあ、ちょっとね TBC みたいな感じではないんですけど、まあ TBC のメンバーですね、僕と大ちゃんと、はい、まあ、まだ全然交流あるので、
まあこれからも、はい、ちょいちょい登場してくれると思います。はい、大ちゃんの映画まだまだちょっとやってんのかな。はい、あの多めにちょっと話が飛び飛びで申し訳ないんですけど、そのこの映画の舞台になったそのミニシアターがその青梅にあって、あのシネマネコっていうちっちゃい、劇場なんですけど、はい、そこが舞台になってて、でそこの舞台になってる映画館でその映画を見るっていう、なんか結構初めてらしいんですよね、そういう企画っていうのは。はい、なのでなんかその映画見てる席に座ってて、それがもう映画に出てくるんですよ。あ、この席なんだなみたいなこと出たりとか、その映画館のシーンとか受付とか出てきたりとかするんで、そういうのはちょっとあの面白い試みかななんて思ったりします。はい、まあ、ミニシアターもすごい良かったですよ。はい、なんかアットホームな感じだし、行って本当に良かったです。はい、もう多分大ちゃんが出てなきゃそういう僕ミニシアターとか多分行くこと多分一生なかったかもしれないんで、はい、いいですよね。なんか自分の知らないことを知れるっていうのは、まあ、いろんな人から、影響を受けて自分の世界が広がるっていうのは、あ、結構いいなと最近、思ったりしています。はい、もう結構なんか8分も喋ったか。はい、ちょっと内容バラバラで、申し訳ないんですけど、はい、こんな感じで、近況報告を終えたいと思います。はい、また多分すぐ更新すると思うので、今後ともよろしくお願いいたします。まあ、今ナイトホーク、まあ、しばらく寝てたんで復活させて、で今 VRX 着々とちょっと進めてるような感じです。ナイトホークの部品がちょっと来ないので、その調整の間に VRX 作ってるような感じと、なっています。はい、ではまた、よろしくお願いします。ありがとうございました。